さあそれでは早速お二人から一言ずつご挨拶をいただきます。まずは主演の久保田雅隆さんです。早速ほど、ね、違う響きが聞こえましたね主演のってなんとだけちょっと帽子がスラッと見えた瞬間言っちゃいました。すいません。いやいや、とんでもないです。じゃあ改めて主演の久保田雅隆さんです。こんばんは。 ありがとうございます。こんばんは。皆さんには見てもらったんですもんね。はい、上映後でございます。いかがでしたでしょうか。いや嬉しいです、ありがとうございます。いろいろと本当にここに立つまでいろいろあったんですけど、もう無事に首もくっついて治ってありがとうございます。本当にね、舞台挨拶一緒に立ちたかったんですけど、なかなかそれも難しかったんですけども、こうやって来れて本当に嬉しいですし、皆様のお顔を見た方々をこうやってね近くで見られるのもすごく嬉しいです。本当に短い時間ですけどよろしくお願いします。ありがとうございます。では斉藤匠監督、はい、お願いします。まずはお帰りなさいあの、登壇はねなかなか叶わなかったんですけど、この3週、4週目ですかの期間にとっても久保さんはあのこの作品に寄り添ってくださいまして、あの普通映画って公開した初日とかっていうところが作品にとって一番ライトアップされる瞬間なんですけど、でも作品を本当に関わった人たち、そして見てくださった方たちが、愛してくれてるなということを今日4週目のこの瞬間に感じてます。やっぱ上映後に始まる物語だと思うんです、この作品は。なので、上映後の皆さんと今日は、汚い話をコミュニケーションを久保さんを交えてできたらと思ってます。今日はありがとうございます。斉藤監督も、はい、あの久保田さんとねぜひやりたいね、また舞台挨拶っておっしゃってましたよね。はい、それがまさかこんなあの火事と豪雨の渋谷でっていうねなんか大変だったみたいですよ ね。ただこの雨が恵みの雨に、あ今すごい大雨なんですよ。皆様傘はお持ちでしょうか。あ持ってるんですね。やっぱ雨予報だったみたいですね。悟様は結構ねあの微小の例でずぶ濡れの状態でね、はい、お越しいただきました、はい、斉藤匠監督にスカート買っていただきました今下のディーゼルで匠さんが申し訳ございません、すいません、なんて優しい、ね、いやいや掘り起こすつもりはなかったんですけど、いやすごいすごい、いやもう悟さん本当にねお母さん業をしながら今日5本も映画 見られてでスイートマイホームの原作も見られて読まれて今日来てくださっているんですけど、ただこう雨からは逃れられず黒だからいいやみたいな感じで、あのだいぶね水になんか布で吸わせてましたけど、明らかにこうずぶ濡れ感は否めないということで、はい、本当にお二人優しいんですよもう待っててくださってとんでもないです物語の主人公が家っていうのもあるじゃないですか。そこでちょっとこんな質問でございます。お二人は家で一体どのように過ごされているんでしょうか、という家でのこう楽しみ方ですね。この部分をあのメディアさんとか切り取りやすいパートを悟さんやっぱ作ってくださっているんですよね。なるほど、ね、すいません僕は余計なことでした。さすがでございます。何でしたっけごめんなさい。家での、あの、はい、どうやって過ごしているのか、なんか家での楽しみ方、楽しみにしていることとか、家でのこう、ね、くつろぐ方法みたいな。あ、僕から。僕はあのそうですね、あの目線がないので他者の、うん、着替えるじゃないですか。で着替える途中でもう着替えることすらもうやなんか嫌になっちゃうというか、なんでこう半分着替えた状態でこうソファに座って6個録画してるやつとかを見ているっていう、もう悲惨な、でもそれが許されるんだ、ここは世界で唯一と思うとどこかこう幸せも感じるという悲しげな中年の日常ですね。言っては見たものの、そういうところも好きなんですよね、はい、皆さんきっとね。いやパチパチパチじゃないですよ
いやいや、これは良くないです、僕にとって、はい。この話の後に久保田さんは何て言うんでしょうか。何でしょうね、家での好き、過ごし方ですか、はい、家での過ごし方、僕でも久保田さんの影響でぶら下がり健康器買ったんですよ。あ、そう言ってましたね。久保田さんはね、このぶら下がるトレーニングを日常的にされてて、もう体脂肪ゼロみたいな、ゼロじゃないですか。本当に本当にいつ見ても美しいフォルムで、そのちょっと真似しようと思って、ぶら下がり健康器のこのつっかえ棒のやつだけあります。置くスペースがないので挟むやつ、キッチンのところにぶら下がれるようになって、久保田さんの影響です、それは。それ久保田さんも今もずっと続けてるんですか。健康器はスタッフさんにあげました。結構、はい、あ、欲しいって言ってた方がいたんで、そうなんです、ね、寄付というじゃんか、はい、現場に持ってって、それで持ってったらスタッフさんが持って帰りたいって言って、はい、たんですけど、家だとそうですね、お、何してるかな。でもなんか体を動かすことはやっぱ好きなので、奥さんと一緒になんかヨガやったり瞑想したりします。瞑想されます？ヨガやれられます？女性今ピラティスとか流行ってますよね。うなずいてます。里井さんはやらないです。やらないですか。なんで逆切れのテンションで言うんですか。やらないですよ、やらないですよ。やんなきゃいけないですよね、心清らかに。でもやっていきたいですね、僕たちもね。やっぱそうするとクリーンになるんですよね、きっとね、久保田さん、心とかが。そうですね、やっぱちょっと整うし、やっぱりこう酸素が体の中に入ると細胞も喜びます。